仙台高等工業学校は1906年に設立された旧制専門学校略称は仙台高校あるいは SKK。下系の就任期間は工学専門部の存続した間のみ。仙台高等工業学校創立時は宮城県から寄付された宮城県第一中学校コーチを使用した。一中校舎は 高校開校直前に消失し、開校当初は、焼け残りの寄宿舎を使用したが、1909年に、高校校舎が完成した。東北帝国大学附属工学専門部時代の1919 19年、東北帝国大学工学部開設に伴い、校舎、高知を工学部に譲り、南隣の南六県町地区に校舎を新築移転した。 南六県庁の高知は1921年の高校独立後も引き続き使用され、第二次世界大戦後、仙台高専の廃止まで維持された。1930年春高の旧建築学科棟が、旧正仙台高校の代表的建物として、残存しているほか、いくつかの建物が現存している。また寄宿舎日樹漁は、東北大学の学生寮として、 八木山高コーチに存続している。布設工業教員養成所は、新生東北大学工学部で工業教員養成課程として復活した。ありがとうございます。